どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、2020年12月版の ANA クレジットカード新規入会キャンペーンまとめということで動画ねやっていきたいというふうに思います。この動画はですね、毎月出させていただいておりますけども、ぜひねANA のクレジットカードですね、新規入会検討されている方はですね、ぜひね参考にしていただいて ANA マイルね取りこぼさないようにしていただけたらなというふうに思います。ANA のねクレジットカードを新規でね入会する場合、マイ友プログラムっていうのをですね利用すると、追加ですね ANA マイルもらえるっていった形になりますんで、こちらねぜひ利用していただけたらなというふうに思います。でですね、入会するクレジットカードが一般カードなら500マイル、ゴールドカードなら2000マイル、プラチナカードなら5500マイルがねもらえるっていった形になっております。こちらに関してはですね、 ANA の公式サイトですね申請するっていった形になりますんで、このマイ友プログラムっていうのはですね、既存の ANA クレジットカードを保有されている方の紹介番号とお名前をですね ANA の公式サイトで入力すると、追加でねマイルがもらえるっていった形になりますんで、 ANA のねクレジットカードを新規ね発行する際はですね、周りにANA のねクレジットカード保有されている方いないかですね、一度ね確認していただけたらなというふうに思います。もしねいらっしゃらない場合はですね、私からっていうね冗談を毎回言わせていただいてるんですけども、ひとまずですね ANA のクレジットカードね発行する際はですね、確実にこのマイ友プログラムね利用して発行していただけたらなというふうに思います。それではまずですね、11月いっぱいで ANA 側のねキャンペーンが終わってしまったっていうことになりますんで、2020年12月に関しては ANA 側のキャンペーンがね利用することができないっていった形になりますんで、まあ、あくまでね個人的見解なんですけども、もしかしたらですね1月2月でですね、また ANA のクレジットカードの新規入会キャンペーンがですね行われる可能性がねあるっていった形になりますんで、もしね待てる方であればですね、個人的には1月2月にですね待ってから発行した方がいいのかなというふうに思います。この ANA のクレジットカードのキャンペーンっていうのはいつ始まるかねわからないっていった形になりますんで、おそらく始まるというふうに思うわけなんですけども、まあ、こちらはですねご自身でね判断していただけたらなというふうに思います。それはですね、今回の動画では ANA JCB ソラチカカードとANA JCB ソラチカゴールドカードですね、 ANA アメックスカードと ANA アメックスゴールドカード、あとですね ANA ダイナースカードをですね解説していきたいなというふうに思います。それではまずですね、 ANA JCB ソラチカカードとソラチカゴールドカードですね。ソラチカカードの場合はですね、マイ友プログラムと JCB 側のキャンペーンがね利用することができるっていった形になりますんで、二重取りがねすることができるっていった形になっております。まあ、こちらはですね本来は40取りとか30取りとかはですねいつもできるわけなんですけども、 ANA の JCB カードに関してはポイントサイトの案件がですね、残念ながら2020年12月版はですねポイントサイトのポイント加算上限がですねスマリボっていうねJCB のリボ払いの設定があるわけなんですけども、全部このスマリボがね併用されているっていった形になりますんで、このねリボ払いがね併用されてしまうと JCB 側のねキャンペーンがねクレジットカードを利用する案件っていう風になっておりますんで、こちらね同時に取ることができないっていう形になりますんで、 ANA JCB ソラチカカードとソラチカゴールドカードに関してはマイ友プログラムと JCB 側のキャンペーンのみね適用できるっていった形になっております。それはですね、まずソラチカゴールドカードですね、こちらは年会費1万4000円っていう風になっておりまして、 JCB 側のキャンペーンがね行われてるっていった形になっております。こちらね期間が2020年の12月1日から2021年の3月31日までのね申し込みまでという風になっておりまして、こちらのキャンペーンはですねエントリー必須という風になっておりますんで、概要欄にね公式サイト載せておきますので、こちらはクレジットカードが届いてからね忘れずにエントリーねするようにしてください。それはねキャンペーン1つ目なんですけども、まずね新規入会と登録で3000マイル分1000ポイントがねもらえるっていった形になっております。このね1000ポイントっていうのはですね、おきどきボーナスポイントで付与されるというふうになりますので、1000ポイントのおきどきボーナスポイントはですね直接交換すると3000マイルにね交換することができるわけなんですけども、おきどきボーナスポイントから東急メトロポイントに交換して ANA マイル
参りね交換すると交換レートがね上がるっていった形になりますんで、こちら公式サイトにですね3000マイルって記載されているわけなんですけども、時々ボーナスポイントからですね東急メトロポイント ANA マイルのね順で交換すると4500マイルにね交換することができるっていった形になっております。ですのでソラチカカードね発行する方はですね、ぜひねこのルートを忘れずにね利用していただけたらなというふうに思います。それでは、ね、2つ目のキャンペーンですね、期間中クレジットカード利用額に応じてマイルがもらえるっていった形になっております。クレジットカードの利用期間は2020年の12月1日から2021年の6月30日までっていうふうになっております。でですね、もらえるマイルについては10万以上決済すると1000マイルプラス1500マイル分500ポイント、50万以上決済すると5000マイルプラス6000マイル分2000ポイント、100万円以上利用すると1万マイルプラス1万5000マイル分5000ポイント、200万円以上利用すると2万マイルプラス2万4000マイル分8000ポイント、300万円以上利用すると3万マイルプラス3万マイル分1万ポイントというふうになっております。こちらね300万円ね利用した場合には時々ボーナスポイントがね1万ポイント獲得できるっていった形になるわけなんですけども、こちらもですね先ほどと同様に東急メトロポイントに交換してANA マイルにね交換すると4万5000マイルにね交換することができるっていった形になっております。でですねキャンペーンの3つ目ですね、家族カード新規発行で時々ボーナスポイント300ポイント900マイル分がもらえるというふうになっております。こちら期間はですね12月1日から2021年の3月31日までの申し込みされた方というふうになっておりまして、家族カードね基本2000円ね年会費かかるっていった形になるわけなんですけども、ソラチカゴールドに関しては3年間年会費全額キャッシュバックキャンペーンっていうのがねやっておりますので、こちらね実質無料で利用することができます。でですねこちらも時々ボーナスポイントで付与されるというふうになりますんで、先ほどのルートでね交換すると1350マイルがね獲得できるっていった形になっております。それではキャンペーン4つ目ですね、キャッシング枠設定と10万円の決済で300マイル分100おきどきボーナスポイントがもらえるっていった形になっております。こちらは期間がですね2020年の12月1日から2021年の6月30日までっていうようになっております。こちらもですね先ほどと同様の経由で交換すると本来ね300マイルのところが450マイルがね交換することができるっていった形になっております。でですねこちら全部を合計するとマイトモプログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイル、JCB 側のキャンペーンで5万1300マイル、300万円決済した場合はですね、プラス3万マイルがね、付与されるっていった形になりますんで、合計で8万5300マイルがね、獲得できるっていったキャンペーンになっております。こちらね、JCB のキャンペーンに関しては、12月に入ってね、キャンペーンのクレジットカード利用期間はですね、半年間っていう風になりますんで、少しはね狙いやすいかなという風に思うわけなんですけども、まあ、一番ね多いマイル数を獲得するにはね300万円の決済っていうことですんで、まあ、スーパー高額決済ですよね、まあ、こちらね予定されている方であればですね、ぜひね狙ってみていただけたらなという風に思います。それでは次に ANA JCB ソラチカカードの一般カードの方ですね、こちら年会費初年度無料というふうになっておりまして、2年目以降はね2000円っていった形になっております。でですね JCB のキャンペーンですね、こちらは先ほどのねソラチカゴールドカードとかなりね似ているんですけども、こちら一般カードというふうになりますんで、ちょっとねもらえるマイル数が下がるっていった形になっております。まずねキャンペーンの一つ目ですね、新規登録と入会で時々ボーナスポイント300ポイントがねもらえるっていった形になります。こちらも先ほどのねゴールドカードと同じように時々ボーナスポイントから東急メトロポイント ANA マイルっていうね感じで交換していただくと、公式サイトにね900マイルっていう風に書かれているわけなんですけども、こちらね1350マイルにね交換することができるっていった形になっております。それではキャンペーンの2つ目ですね、クレジットカード利用額に応じてマイルがもらえるっていった形になっておりまして、ソラチカカードの一般カードに関してはですね10マイルコースと5マイルコースでねもらえるマイルが変わるっていった形になりますんで、こちら10マイルコースにするとですね手数料がかかるっていった形になりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。でですね利用額については10万円以上決済で10マイルコースだと1000マイルプラス1500マイル分500ポイント、50万円決済
済だと5000マイルプラス6000マイル分2000ポイント、100万円利用すると1万マイルプラス1万5000マイル分5000ポイントっていった形になっております。もしね、手数料が払いたくないっていう方でしたらですね、こちらの表の5マイルコースをね、選択すれば手数料がかからないっていった形になっております。でですね、100万円を利用した場合ですね、5000ポイントをね、おきどきボーナスポイントでね、付与されるっていった形になるわけなんですけども、公式サイトには1万5000マイルっていうふうに書かれているわけなんですけども、先ほどと同様のルートでね、交換していただくと2万2500マイルにね、交換することができるっていった形になっております。それでは3つ目のキャンペーンですね、家族カード新規入会でおきどきボーナスポイント300ポイントがね、もらえるっていった形になっております。こちらも先ほどと同様のルートで交換すると1350エーネマイルにね、交換することができるっていった形になっております。またですね、家族カードの年会費についてはですね、本会員の方がね、初年度年会費無料っていう風になりますんで、家族カードの方もですね、初年度年会費無料っていった形になっております。それでは4つ目のキャンペーンですね、キャッシング枠設定と10万円の決済で100おきどきボーナスポイントがもらえるっていった形になっております。こちらも先ほどと同様ですね、300マイルのところが先ほどのルートでね、交換していただくと450マイルにね、交換することができるっていった形になっております。でですね、キャンペーンをね、全部合計するとマイトモプログラムで500マイル、新規入会ボーナスで1000マイル、 JCB 側のキャンペーンで25,650マイルっていう風になっておりまして、こちらね、100万円決済した場合でね、計算させていただいておりますんで、10マイルコースであればですね、プラス1万マイルがね、加算されるっていった形になりますんで、合計で 37,150マイルがね、獲得できるっていったキャンペーンになっております。それでは次に ANA アメックスクレジットカードですね、2020年12月現在ですね、アメックスのクレジットカードっていうのはですね、既存会員の紹介の入会の方法とですね、アメックスの営業担当からの申し込み、この2つのね、パターンがあるわけなんですけども、もらえるポイントに関してはですね、2020年12月現在は同じっていう風になっておりますんで、こちらね、お好みかなっていう風に思うわけなんですけども、クレジットカードに関してですね、質問等々がね、ある場合に関してはアメックスのね、営業担当からの入会の方だと、まあ連絡してね、質問等々もね、答えていただけるっていう風になりますんで、何かね、入会に関して質問がある方に関してはですね、アメックス営業担当のね、入会の方がいいかなっていう風に思います。ですけども、アメックスのね、営業担当の方の入会になるとですね、紙での申し込みっていう風になりますんで、既存会員のね、からの紹介でね、入会するとだいたい1週間ぐらいでね、クレジットカード手元に来るわけなんですけども、紙でね、申し込みされると手元に来るまでね、3、4週間ほどね、時間がかかるっていった形になりますんで、この点はね、ご了承いただければなというふうに思います。それではまずですね、 ANA アメックス一般カードからですね、 ANA アメックス一般カードに関しては年会費7000円というふうになっておりまして、こちら ANA マイルへのね、移行手数料が年間ね、6000円かかるっていった形になりますんで、この点はね、覚えておくようにしてください。でですね、期間中にクレジットカード利用でマイルがもらえるっていった形になっておりまして、3ヶ月以内に10万円決済で4000ポイント、30万円決済で5000ポイント、50万円決済で6000ポイントということで、こちら50万円決済すると決済分のね、ポイントが付与されるというふうになりますんで、プラスね、5000ポイントがね、獲得できるっていった形になっております。またですね、新規入会ボーナスということで1000マイルプラスマイトンプログラムでね、500マイルがね、入るっていった形になりますんで、合計すると21500マイルがね、獲得できるっていった感じになっております。それでは次に ANA アメックスゴールですね、年会費3万1000円という風になっておりまして、こちらのカードに関してはですね、ANA マイルへの移行手数料はかからないっていった形になっております。でですね、こちらもクレジットカードね、利用でマイルがもらえるっていう風になっておりまして、3ヶ月以内に10万円以上決済で4000ポイント、30万円決済で2万ポイント、70万円決済すると2万7000ポイント、70万円の決済分を入れるとプラス7000ポイントということで、入会ボーナス2000マイルと
マイトムプログラム2000マイルがね入るっていった形になりますんで、合計で6万2000マイルがね獲得できるっていった形になっております。 ANA Amex ゴールドに関してはですね、年会費が3万1000円ということでかなりね高額なわけなんですけども、70万円決済でですね6万2000マイルがもらえるっていう風になりますんで、まあ、こちらはねそこまで悪くないかなっていう風に思います。ですけども冒頭にも言いました通り ANA 側のねキャンペーンが行われてないっていう風になりますんで、ここはね判断するのね難しいかなという風に思います。それでは次に ANA ダイナースクレジットカードですね。こちら年会費が2万7000円という風になっておりまして、ANA マイルの移行手数料はかからないっていった形になっております。ANA ダイナースクレジットカードに関しては、キャンペーンがね、12月から変わったっていった形になっておりまして、クレジットカードを利用することでマイルがもらえるっていった形になっております。10万円以上決済で5000マイル、30万円決済で1万マイル、100万円以上利用すると4万マイルということで、こちらね、100万円利用した場合は決済分のね1万マイルが追加されて、またね入会ボーナス、またですねマイトムプログラム2000マイルということで、またね家族カード入会で1000マイルがねもらえるっていった形になっておりますんで、合計7万マイルがね獲得できるっていったキャンペーンになっております。ですけどもこの家族カードのですね1000マイルっていうのは1000マイルねもらえるわけなんですけども、ANA ダイナースのですね家族カードに関しては年会費がね6000円っていう風になりますんで結構高いんですよね。ですんで6000円払って1000マイルっていった形になりますんで、こちらはね結構判断分かれるかなっていう風に思うわけなんですけども、個人的にはですね、まあ、6000円払って1000マイルだったらちょっと見送ってもねいいのかなっていう風に思います。いかがだったでしょうか。今回ですね2020年12月版の ANA クレジットカード新規入会キャンペーンまとめということで動画ね解説させていただきましたけども、やはりですね12月版に関してはですね11月でね ANA 側のキャンペーンがね終わってしまったっていうことになりますんで、先月に比べるとねちょっとねもらえるマイルがね減っているっていった形になりますんで、まあ急いでない方でなければですね来月以降にですね見送ってもいいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ急いでいる方であればですね今回紹介した中からですね選んでいただけたらなっていうふうに思います。でですね今回紹介させていただいたキャンペーンではですね ANA JCB ソラチカカードはですね初年度年会費無料で3万7000マイル近くねもらえるっていった形になりますんで、まあ今ね発行するのであればこちらの方がねいいのかなっていうふうに思います。まあね ANA アメックスゴールドにしても ANA ダイナースのねクレジットカードにしてもある程度多めのねマイルがもらえるっていうことなんですけども、まあ、こちらの2つに関してはですね年会費がねまあまあかかるっていった形になりますんで、まあ、この点はね注意していただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。